ヨウさん、はい、かなり落ち込んでる顔してるんですけど、やばいですね。何かあったっぽいですね。人生大変だ何があったんですか？サムネタイトル見た人はすぐ分かるかもしれないけど、月300万の案件商談したんですよ。はい、多分失注になったら99% いけると思ってたんだけどね。その 1% ですか？逆に本当にしんどい。詳細を話すと、動画メディアの運用の会社やってますけど、最近さ、森本くんも分かると思うけど、はい、すごいとこから問い合わせ来るようになったじゃん。そうですね、うん、今動画で話してるのだと、世界一周の船のね案件とか、うん、プロサッカー選手の一緒にこういうの進めましょうとか、いわゆる業界ナンバーワンの企業とね取引させてもらったりしてるけど、その中と別で今進めてた案件が一個あったんだよね。結構大きい、それも会社さんで、社長のね知り合いから紹介もらって進めてたんだけど、社長決済降りてたわけ。降りてたんだけど、いろいろやっぱあってね、2ヶ月ぐらい経ってね、最終失注になっちゃったね。でかいですね、300万は。そうだね、でかい。でもしょうがない。このねチャンネルはおそらくその人見てないだろうから話すけど俺から営業したわけじゃなくて、紹介できたけど、なんで失注になっちゃったのか、このチャンネル見てる人は多分動画編集でね頑張りたいとか、動画編集者としてこういうことやっていきたいって思ってる人が多分多いだろうから、なんでじゃあ失注しちゃったのか、どうしたら失注されずに営業が決まったのか、すんなり通ったのかっていうのを今回解説しやればと思います。これから動画編集で稼いでいきたい、月5万10万いきたいとかっていう人に関してはめちゃくちゃ勉強になると思う。ここのポイント意識したら、今までねなかなか案件取れなかったけど、あれすんなり取れるようになってきたって多分なると思う。だって300万の案件でこれしときゃよかったっていうのが出てくるわけだから、メンタルがやられてるから話しようか。この失敗はね共有したい。みんな失敗共有しないから。他のチャンネルどうよ、自分の成功例みたいな語ってるでしょ。俺こんだけすごいんだって失敗語りますよ。私はちゃんと全部見せていきましょうということで、出していければと思います。まあ、どんな感じで、ね、今の案件が進んでたかっていうと、たまたまね知り合いの紹介で大きい会社の事業をね、もう一個新しい事業を今スタートしてると。でそこのプロモーションをどんどんしたいんだけど、 SNS のプロモーションの仕方が分かんないってことで、知り合いから紹介もらったわけね。最初の段階でうちの資料とかいろいろ見てもらって、めちゃくちゃいいねこれと、社長がすぐこれいいんじゃない、これで行こうよって話になって、その下の広報の人とか責任者の方といろいろ話して会話を進めてたわけ。もう社長がそんなもんだから、最初の打ち合わせの段階でオフラインの打ち合わせだったけど、スタートしますって前提でもう話は進んでた。うちでもねこういうことやってますと、これこんな感じの結果出ると思いますよ、なんでこういう風にやっていきましょうみたいな、会社のなんか催事があるみたいでね、忙しいからなかなかちょっと進めるの難しいからこうしましょうみたいな話で落ち着いたわけ。そっからなんかなかなか連絡来ないなみたいな話になって、しばらく時間が経ち、メールとかのねやり取りさせてもらってたんでね。だけどなかなか進まんぞってなってて、ここでまず1個ミス。もっと相手の未来について提案できればよかったなっていうところ。多分その時の営業で俺はこういうことできます、こういう風にやりますっていうような話ばっかしてたんでね、そこがまずミスで、こういうことをしたら御社はどうなるのかっていう未来をもっと見せられれば多分よかった。自分中心の話しちゃったりとか、相手のねヒアリング、営業の時って大体聞くと話す7割ぐらいがいいって言われると思う。元営業マン、聞く8割の話す2割、まあそんなもん、7-3 とかね、もうこうじゃなきゃいけないっていうのはないんだけど、聞く量をしっかり多くしないといけないよね。でそこがちょっと薄かったなというふうに思ってて、もう決まったと思っちゃってるからね、それで進めちゃったと。ヒアリングできてれば多分違ったんだよね。こんなもんじゃ諦めんぞと思って、追加でね向こうから求められてないけど、僕らってとんでもない量のリサーチをするわけ。そのリサーチを勝手にもして、契約決まってないよ、御社のリサーチをバッチしましたと、こういうことしましたっていうのと、こうやったらこうしますってアクションを後からしたんだよね。でそれに対してもリアクションをしてくれてたんだけど、そこからまだなかなか連絡ないっていう状態だから、まあ、ちょっと難しかったかなと。後ほど回答させていただきますって返信はあったけど、すんなりね進んでないような状態だったから遅かったなと。後になってたまたまその知り合いから、実はねこの会社がこういう状況だっていうね話をちょっともらったの。発注を一回考えてしまうような状況が今の会社であったっていうのは発覚して、後から回って聞いて、なるほどなと、そういう状況だったのかと。最初の段階でちゃんとヒアリングをもし俺ができてたら結果変わってたかもしれない。こういう状況だったらこういうプランどうですか、こういうのあるんじゃないですかっていうのを提案ができたわけよ。自分が話すことばっかりにちょっと集中しちゃってた、価値を確信してしまった自分のミスというところなんで、今ストップしてるような状態っていうことなんだけれども、動画編集者の皆さん見てると思う、なかなかオフラインでの商談ってそんなないと思うな。クラウドワークスとかランサーズ、この間もクラウドソーシング系の動画出したけど、それで営業する前はまた全然別で、しっかりと自分の実績を載せたり、自分がどういうことできるって載せるのはすごい大事なんだけど、オフラインであったり紹介された時ってさ、テンパるというか緊張するじゃん。どうやって話したらいいんだろう、相手何求めてるんだろうって緊張するんだけど、大体の人が課題を抱えてるわけで、その課題を解決したいから SNS とか YouTube とかやりたいって思ってるわけよ。相手の課題を聞いて、こういうことしたらこうなると思いますって解決策を簡単に出せれば、なるほどねと、めっちゃいいじゃんって結構なったりするわけよ、うん、だけど実は僕こういう編集やってて、こういう編集見てください、この動画、この動画のこのなんかテロップ良くないですかみたいな、知らんがなって話なの。そんなことされても向こうからしたらね、動画を作りたいわけじゃないから、その YouTube とかやることによって達成した目的があるわけだけど、多くの動画編集者とか映像界隈の人とか特にそうだけど、ここ見てください、この切り替わりどうすかみたいな、いや知らんのよと、かっこいいけどだから何ってなるわけ、ほとんどの人はね。ここを意識しないとダメ。相手が何を求めてて、どういう回答したら自分のサービスをいいと思ってくれるのか、紹介されました、 Zoom で打ち合わせしましょうとなった時に、初めましてってなるじゃん。私こうでこうでこういうことしましたみたいな、私作った動画これですと、こんぐらいこだわってるんですみたいな、
自分のこだわりを語るわけ、みんな。そんなのはいらないから、どういうことのお困りなんですかと。それでなかなか話してこないんだったら、どん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 深掘っていく。で、深掘っていくときは、話す人と話さない人いるから、話さない人に関してはクローズクエスチョンで質問をしていく。例えば、御社は採用で困られてるってことなんですか、採用ではなくて離職の部分で困られてるんですか、売上でちょっと困ってるんですかとか、それとも一人の単価が低くて困ってるんですかとかって深掘ってくると、どん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 向こうから話してくれたりとかするわけよね。今後ね、おそらくこのチャンネル見てる人で案件結構取れてきた、紹介も生まれてきたって人いるわけ。多分ね、話してね、実行してくれたら絶対そうなるから、紹介された時にじゃあどういう話をするのか、提案をするのか、対応をすればいいのかみたいな、服装はじゃあどうする、ズームの背景それと本当に合ってるとか、めっちゃあるわけ。その辺をちゃんと磨かないと変なやつだって思われちゃうわけ。動画編集のフリーランスなんてさ、うぞうむぞうがいるわけじゃん。わけわかんないやつとかいっぱいいるじゃん。俺も本当に思う、よくこのチャットの返信できたなとか思うわけよ。採用して思うんだよ、俺らもハードル設けてるわけじゃん。それを超えてきたけど、なんだこの対応とかって人が全然いるわけで、そういう人はやっぱリプレイスされちゃうわけじゃん。昨日もあったよね、はい、森本君言われたよね、俺ね、やりました、こういうとこ使えなきゃダメだよと、こういう人ちゃんと見といて勉強しなと、はい、だからそこをどう徹底してチャットのやり取りできるか、 Zoom とかオンラインでのやり取りできるか、オフラインになった時にちゃんと正しいことができてるかとか、めちゃくちゃ大事。営業するときは意識しないとね。でもね、偉そうなこと言った立場じゃないのよ、失注してるから俺も。悲しい、もう辛い。まだ失注が確定したわけじゃないんで。もうね、多分失注なんだよ。今忙しいって言ってたから、6月7月で決まってたら大喜びするかもしれない。こういう大きい案件で時間かかるケース結構多いからあるかもしれないけど、いろいろ裏側から話聞いてるとちょっと難しいかな。悔しいなってところなんで、うん、ここからもっとね、再現性とかレベルとか上げていけるように、YouTube とか TikTok の分野とかで、そういう大きな企業、上場企業とかすごいね、売り上げ出してるような企業とさ、仕事してるって人あんまいないと思うんだよね。俺も正直あんまなかった、今まで。周りの人たちのおかげでそういうのがどんどん増えてきた。日本の法人営業で四大四天王っていう人がいるらしいの。動画編集と関係なしに単純な法人の営業で、そのうちの一人をたまたまこの間紹介されて、その人のね、講座というかね、コンサルみたいなのちょっと受ける話になって今進んでる。俺はその人にいろいろ提案しようと思ってて、その人のプロモーション系の動画っていうか YouTube の上げる動画を無料で作ってあげようかなってちょっと思ってる。その人めっちゃ能力高いから、そこに価値感じてくれたら紹介してくれたりとか、じゃあやろうみたいな話に展開になるなと思ったから、ここでは話せない面もあるんだけど、いろいろそういうのを提案しようと思って、まずこっちお金全然いらないんで、こういうの使わせてもらっていいですかっていうのを提案しようと思ってて、自分はそういう講座を受けていろいろ法人営業について学びつつ、自分の足りない部分をより洗練しつつ、その人ともうまく絡んでもらってね、どん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 そういう大きい企業、まあ、上場企業もそうだし、売上高が高いような、いわゆるいろんな営業を受けてね、どう営業して自分たちのサービスに関心を持ってもらうかみたいなところを徹底して今後やっていこうと思ってます。その辺をね、今後どんどん出していこうと思うんでね。そういう出してるチャンネルなくない？見たことないですね。動画編集系だとないでしょ。みんなやっぱスクールの話とか多くしてるけど、うん、俺らやっぱ自宅ベースだから、ここが大事だからこそいろんな価値を提供できるっていうのは絶対にあるから、これをね、どん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 切り開いていこうと。今もいろんな商談が今進んでます。言えないけど、不動産業界とかのとある大きい会社さんとかね、娯楽のすごい大きい会社とかね、具体名言うとバレちゃうから言わないんだけど、今いろいろ進めてますと。同時並行で有名な地方の温泉施設、ここの PR もたまたま知り合いの紹介で来ましたと。なんかよくわかんないです、僕も最近。そういう企業にしっかり価値を提供するために、自分のね、身なりとかスキルとかビジネス戦闘力をどんどん上げていかないと、僕でも全然足りないなって思ってるわけですよ。よくわかんないカラフルな T シャツ着てね、撮ってるわけですから。だけどそこをしっかり磨いていけば、ちゃんと仕事できるし、高い単価で仕事もらえると。リアルな僕が成長する過程とか、そこでどんどん撮ってきたね、内容とかをどんどんこのチャンネルで下ろしていくんで、ぜひね、この動画いいと思ったらチャンネルと高評価、動画編集者としてとかデザイナーとかでもいいですよ。法人とかね、いろんなところ相手にしてどんどん頑張っていきたいと思ってる人は必ず登録しておいた方がいいです。もう間違いない。なかなかこの有益な情報を発信してくれるチャンネルないと思う。ぜひチャンネル登録高評価してもらって、もっと成長したいって人はね、概要欄の公式欄に登録してもらえたら、いろんなね、特典を受け取ることができるので、その特典を受け取るだけでも成長できますから。登録なんか10秒で終わるんでね、 LINE の登録概要欄からしてみてください。急に悲しい思いがまたちょっと出てきましたけど、はぁ、難しいな。切り替えていきましょう。まだまだ甘いわ、俺も。本当に甘い。早い段階でこう気づけたっていうところでは、ポジティブに捉えるところは1点ありますね。そうだね、うん、そう思うことにしよう。今日一日落ち込んで酒飲む飲んで忘れよう。みんなね、営業してると思うけど、営業なんかうまくいかないことがほとんどだから、そのマインドでどんどん営業しないと。もう数どんどんいくってことですから。僕の前今回ね、紹介だったけど、数いくこと大事だから、こんな僕みたいに一気にしてちゃダメですよ。価値格だと思ったんでね、今はね、落ち込んでますけど、まだまだ未熟ですわ。みんな頑張っていきましょう。みんなね、価値を提供していくために、このチャンネルもね、多分どんどん魅力的になっていくと思うんでね、必ずチャンネル登録高評価しておくようにしてください。お疲れ様。お疲れ様です。